んにちは、アリサでーす。本日の企画、第4回、プロ野球チップス、開封動画イエーイ。本日はですね、スーパーにね、プロ野球チップスがね、残りわずかとなっておりましてね、こちら、ダーン買ってきたんですけども、ね、この残り物には福があるかというね、検証を私がね、してやりましょう。はい、ということで、レッツゴー！レッツゴー！ The others follows！ 開封していきたいと思います。このやり方で今日は開けたいと思います。いや、これさ、マジで考えたでしょ、天才的やと思う。確かにって思うもん。うん。私ですね、前ね、プロスピをしまして、なんか10連ガチャみたいなのあるじゃないですか。それでね、山田哲人選手と、中村翔吾選手と、吉田正尚選手がね、当たっちゃいましたよ。マジですごくないですか。待って、引き運良すぎて、びっくりしました。もう中村翔吾選手と、吉田正尚選手は、同じ10連で当たりました。その動画が、こちら！どんどん開けよう。今日はご利用様、購入いたします。このさ、開け方ほんまにいいと思う。マジでコメントで教えてくれた人、ありがとうございます。これね、こうやってしないと、これ気にせないね。無理だとか言われるからな。自分が言ってんねんけど。誰がご利用や。よし、全部開いた。じゃあ、どれから行こっかな。じゃあ、これからいきます。一つ目、オープン！お、広島カープの、野間さん！広島カープ来た！よっしゃ、カープ来た！野間さん！と、じゃじゃん！あー！ライオンズの、殿崎さん！前なんかカメラ目線みたいな私結構好きでしたけどね。ライオンズ来たよ。ライオンズ率めちゃめちゃ高い。マジで。ヤクルト来てくれ、ヤクルトヤクルト !2 個目来たる、うわ、佐々木朗希さん、イエーイイエーイ、シマロッテマリーズ、イエーイ、すごっ、やっぱ残り物いいね。ヤクルト、ヤクルト、あー、ファイターズだ、お、ファイターズの加藤さん、お、ファイターズ、お、来た、あ、日ハム初や、日ハム初、イエーイよし、2個目終わりました。次、3つ目、ヤクルト、ヤクルト、ヤクルト、はい、うわ、またブラック
もう絶対アリのこと好きや。もう絶対好きっしょ。はい、いきます。じゃじゃん。うわー、ヤクルトヤクルトの石山さん、イエーイ、やっと当たったヤクルト、イエーイ、はい、いきます。何個目？四つ目。ででん。お、お、巨人の坂本さん、イエーイ、すごいね、これ。あの、バッティングとかじゃないやね、これ。こう、喜んでるやつやけど。大丈夫かな、坂本さん。腰なんか、やってたよね。やった、いいよ。マー君だけよ、ただ今被ってるの。マー君 ?3 枚目よ。すごいよね、多分大好きやと、周りのこと。はい。あ、ちょっと、いきます。てれん。お、ドラゴンズの、木下さん、おー、ドラゴンズは、あ、まだ出てない。お、お、今全部被ってない。今、カープ、ライオンズ、マリーンズ、ファイターズ、楽天、スワローズ、ジャイアンツ、ドラゴンズ。全部被ってない。え、すごくない？ちょっと。はい。5つ目いきます。でね、お、楽天の岸さん、お、楽天被った。岸さん、初めてのカードや。よし。いきます。でね、うわ、タイガース出た、イエーイ、タイガースの岩崎さん、イエーイ、すげえ、このフォーム。やば、すごいね。やった、え、すごくない？今、何球団出てる ?1,2,3,4,5,6,7,8,9。あと ?3 球団。ラスト、ラスト行くぜ、てれん、あ、ソフトバンクの千賀さん、あと2球団すごい、行きます、てれん、うわ、ドラゴンズの大野さん、あー、いなかった、12球団。ただのもう、あの、スターカードとかでなく、ただの、プロ野球チームズ、開封とかでした。え、でもすごくない？え、カープっしょ？ライオンズ、千葉、ロッテ、ファイターズ、ソフトバンク、楽天、スワローズ、ジャイアンツ、中日、タイガース。あと、オリックスと、とオリックスだけや。オリックスが出ない！はい！ということで、本日はこのカードになりました。やっぱりね、マー君がね、多分私のことが大好きということでね。だってもうこれ3つ目よ。あの、プロ野球チップスの第4弾の中でもう4個中3つ当たってるんよ。すごくない？多分大好きなんやと思う、マー君。はい！ということで本日も動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。以上、アリサでした。バイバーイ。大丈夫そう、これ動画的に。